ちは。本日金曜日です。普通だったら動画の撮影をするんですけど、せいちゃんが明日友達の誕生日パーティーに呼ばれちゃって、まだ誕生日プレゼントを買ってないと。まずいんじゃない？そう、日本から帰ってきて急に決まったから全然用意してなくって、なんで今からプレゼントを買いに行くから放課後ブログです。もうママ金曜日出かけるのちょっと疲れてて嫌なんだけど、まあいや出かけよう。何買うか決まってんの？冗談アイテム、冗談アイテム、よしレッツゴー、レッツゴー。なんかママが怒ってるみたいな。だってパパのトイレが長かったんだね。いやそんなこと言わない。みんなママがポンポンしてる。よしよしよし、出かけよう出かけよう、時間がないぞないぞ。うわ急いで、ママが一番遅いよ。怒ってるママ怒ってる。Much, much later. おい、到着でーす。行きまーす。なんかちょっとお腹空いてんだよね。わざ食べる？それともそのお店さっき見ちゃう？見ちゃう。じゃあ行こう。スポーツ用品店に入りまーす。ピンク。Oh, I like it. ね、かわいいよ。ノースフェイスもあるけど、アディダスもある。カバンだったら一年中使える。トレーナーとかだと日本の夏では使えないんだよね。あ、日本の夏では使えないんだよね。あ、なんかすごい大きなあくびを。なんで牛なのにキャッシュって現金って書いてあるの？ハンサー。バッドボーイ。え、超可愛いなのになんでバッドボーイなの？これ結構可愛いよね。違うらしい。せいは決めたの？こちらのアディダスのリュックにすることにしました。決定です。おー、買いましたよ。じゃあこれでもう目的は達成した。買うか。おいしい、帰ろう。え、帰ってきたよ。他どこ行きたい？なんか食べたいよ。なんか食べたい。おやつ食べようか。キツを探しに来ましたよ、フードコートに。ちいちゃんは多分中華なんだよね。これでしょ。いい。おやつだよ、食べ過ぎじゃない？中華買いました。おいしい。ぶっといね、うどんみたいだね。クエのおやつはもうほぼご飯ですね。グッ、ママのタコスでーす。ママちゃんが来たー。なに？コーヒーミルクティー。コーヒーミルクティー、どっちの味がする？コーヒーの味、紅茶の味、どっちも。どっちも飲ませて。変なの。で、パパはコーヒーでしょ。で、これは何？クロワッサン。エッグヨーククロワッサン。卵クロワッサン。はい。かおちゃんはハニーコーン。ハチミツってこと？多分ハチミツがただ上にかかっただけだよ。あー。クロワッサン。甘いクロワッサンとか。うまい。Moments later. おやつ食べ終わったんで買い物に行きますよ。パパなんかスニーカー狙ってるんでしょ？ちょっとスニーカーはもしかしたら買うかもしれない。おいしい買える。おいしい買える。せいちゃんはお家に帰る？どうやって？歩いて？歩いたら一日かかるよ多分。ママはなんか狙ってんの？ママ別に何も狙ってません。カオはなんか狙ってんの？そうだから。マークあるから。じゃあ少し前のニコ。かよ。日本からハマってますからね。トトロがいる。トトロだ。カオちゃんの目的は BTS。違うわ。ここです。てか持ってなんじゃん。日本で買えばよかったじゃん。日本で買った方が安かったよ。ヒュー。だってねえパパ、日本で買った方が安かったよね。どうやって。せいちゃんがこれが欲しいって。No no no no. You want it?それともこれ一緒に寝る。かおちゃん何買ったの？エクスペレンス。最近買いまくりだね。推し活は大切です。せいちゃん椅子を求めて椅子を押してどっか消えたよ。どこ？え、ちょっと待って。すんげえ座り方してる。わかるかな、あの日置&って日本のものとか韓国のものが
が売ってるお店なんですけど、日本から帰ってきたばっかりだよ、あなたたち。またなんか買うの？カオが使ってるやつないの？あった、これ。これめっちゃいい。おすすめだそうです。スキンケア。あ、いいよ。買いな、買いね。結局せいさんはカホちゃんの一番おすすめって言われるこれを買うそうです。カホちゃんがヘアオイル欲しいって言ったんだけど、スヌーピーのめっちゃ可愛い。これいいのかな。これ第3位なんだ。これは人気だよ。これ買っていい？うん。可愛い。パパはなんか靴を買うってそこで。どれか。いや、これはちょっと。これでしょ。スーシュがスーシュの中にも入ってる。まあ、面白い。結構でしょ。サイズあるのかね。ないかもね。わからない。サイズ。じゃあ、うちらアリッチャ行ってくるね。アリッチャ行ってくるね。アリッチャ、カナダのブランドですね。母ちゃんが結構気に入ってよく買います。結構シンプルな洋服が多いんだよね。ゲームが置いてありますよ。え、遊べない。え、偽物これ。偽物だ。遊べるふりしてるだけか。めぼしいものはない。どっか行く？それとも多い？わかんない。マンゴーに来ましたよ。じゃあ入りまーす。スカートかわいい。サイズある？ギリ柄はちょっとな。ところがない。これが可愛いなと思ったんですけど、売り切れですかね。見当たんないですね。はい、可愛いと思う。買う？うん。よし、じゃあ買おう。あれ持ってないな。サイズがなかったです。なんて？エルボーゾー。エルボーゾーって負け犬ってこと？負けてたやつはサイズじゃなかった。あれやね。あれも履かせてもらったんだけど、やっぱちょっとちっちゃい。もうナイキに行きます。 Just do it。 これ買うの？ちなみにこれカオちゃん白のお揃い持ってますけど大丈夫ですか？まあ、ちょっとバレないよ。バレないようにね。助かっています。もうすっかり夜になってますよ。今から夜ご飯食べに行くのかな。てかもうさっきおやつ食べたばっかりでお腹空いてんの？みんなジャンプした方がいいんじゃないの？くせえ。ママとパパがナイキに行ってる間、カホ一人でトイレに行ったんだけど、大変なことが。あ、なんか三人の男の子がカホについてきたらしい。カホについてきたらしい。ついてきて、かつ目の前でわざとこける。こけるふりをした。それなんだろう。おいおい、ナンパだろ。え、ナンパなの？それは。普通に私見かけた時、クシ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 クみたいなこと言ったけど、こけるふりして、私はもうね、さっさっさっと地形に冷やさながら。もうカホは一人で歩かせない。一人で歩かせない。あれ？ずっとパパが一緒の。俺がついていく。どこにくらもついていくってパパが。なんか今日、モールの中高校生がすっごいいっぱいいたね。よかったね。ああ。LINE ちょうだいとかだったらさ、まあいいけどさ、こう言えるから。だけどさ、ああやってさ、こけるふりしてさ、Hey girl みたいなことやってきたらちょっとうざい。うざい。3人の男子だよ。何やってる。ちょっとやっぱ1人でトイレ行かすのはまずかったみたいですね。いやもうちゃんとあんたまんまついていかないと。だってパパが僕のナイキ見てって言うからさ、ベイビーみたいに、ベイビーみたいにね。いやちょっとね。ということがせい起こってたんだよ、あなたが携帯に夢中の時。せいもうまんまんと何やってんだよ。うどん屋さんに到着です。寿司もあるよ。日本から帰ってきてばっかりなのにうどんかいっていうね。間違いない。寿司いただきます。
ご飯終わりにスーパーに来ましたよ。アジアのスーパーです。もうすぐ中国の新年、チャイニーズニューイヤーだからね。どのニューいいよ、買ってもシャインマスカット買います。超甘って書いてある。カニが生きてます。あれとかめっちゃ動く。これめっちゃ動いてる。ほらほら、買い物終わりましたよ。日本のおやつ、これ明日せいちゃんが誕生日で、もこ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 れと持っていくやつですね。呪術ガン、呪術ガン以上です。これやらないよ、絶対取れないもん。しかも可愛くないし、このタッグ。これないよ、中国産だよ。偽物すぎるだろ、どれも偽物やろ。あぁミッキーもなんかちょっと顔が怪しい。しかもなんとなく顔を後ろになるようにつけてるでしょ。つけてる。買い物も終わったこ終わったことだし、あとは家に帰るだけです。バイバイ、見てみて。何そのちなみにカオちゃんその格好してるけど今何度よ。I'm Canadian. I'm Japanese.